楽天イーグルス安楽智大投手のパワハラ問題を受け球団は今日ハラスメント再発防止策を発表しました安楽投手が複数の選手に対しパワハラを行っていたことが発覚した楽天イーグルス<部>先月30日、えー、森井社長は球団の管理体制に問題があり<日>再発防止の仕組みを作りたいと話していました今、えー、球団はきょう チーム全員を対象とした面談アンケート調査ハラスメント研修を定期的に行うことまた相談窓口を設置しその周知に努めていくことを発表しました森井社長は同じことを二度と起こさないようこの再発防止策を実施していくことはもちろん選手やスタッフ含め意見を言い合える環境作りに努めてまいりますとコメントしています